どうも、ズルデカです。ピースの角度は30度。どうも、イケリヌです。はい、どうも、イケリヌさんです。ついに、録音企画が帰ってきちゃいました。イエーイ。じゃあ、ルールを説明してください、キムさん。はい。では、ルールを説明いたします。イエーイ。はい。まず、私が、とあるお題を皆様に、見せます。はい。はい。で、そのお題に関係するクイズを出題しますので、皆様は、そのお題からどのようなクイズが出されるか予想して、それの答えを、録音していただきます。録音できる音声は最大3つまで。おー。あ、1問につき3つ。はい、はい、1問につき3つ。なるほど、なるほど。なるほど。という感じでよろしいでしょうか。はい。OK です。はい、というわけで早速やっていきましょう。メガネタバスボーイズレコーディングアウトちょっとなんか、この統一感がない感じが逆に花尾チャンネルっぽい。その統一感が。はい、では、1つ目のお題はこちら。で、魚編。なるほど。いや、そう読むかもわからんぞ、これ。確かに。魚編。魚へ。んかもしれへん。なるほど。なるほど。メッセージ送りたかった。なるほど。でも、録音できるっていうのがでかいですね。これ、普通に出されたら伊沢さん勝っちゃう可能性があるけども、録音できるっていうのはでかいんで。そう、用意してないとね、答えられない。はい。はい、では、今から、録音タイム。よーい、スタート。ママー。ふぅー。そういうのできましたか？できたよ。はい、よし、できた。できました。よし、正解あると思うんだ。俺もある。俺あると思うんだな。ありますよ、これ確実に。はい、ハイドロポンプぐらいありますよ。ハイドロポンプあんま当たんねえやつね。85%ぐらいね。では、参ります。はい、問題。魚編の、はい、画数は1000。画数が一番多い魚編の漢字が1000って読むらしいです。へぇ、そう、魚3つ書くやつ。残念。あー、よかった。逆に、じゃあもう一回、もう一回ちょっと、じゃあ問題やりましょう。はい、問題。はい、魚編のそこで行くんだ。サンマ。残念。あー、でもそこまで用意してる。いや、そこまで用意してるんだ。魚編で書けない魚の漢字は何みたいな。ああ、だからマスとかタイとかあるけど、サンマって魚に秋にカタカナみたいなあるやん。それかなと。魚編の、お、はい、変な魚おじさん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、どういう予測？ちょっと待って、何どういう予測？魚変で、変な魚おじさん。変な魚おじさんのね。かぶった、かぶった。残念。あー、魚編の画数。オッケー。そこまでしか読まれへん。あいつ、オッケー。あー、こんなやんのかよ。宮沢正幸。魚くんの本名出ちゃった。一回問題文聞いてみよう。問題文聞こうか。問題。魚編の、押すんかい、押すんかい、お、押すんかい。クションクション、クションクションとは。あ、クション、魚クション。魚編の編を、魚編の編を取り去って何かを入れるとバンド名になりますが、なんでしょう。なるほど。残念。いや、でも問題の質が高い。読みの質が高かった。読みの質高いね。問題。魚編の画数は全部で何画でしょう。195。なんで数字ちゃんと入れてんの。これは魚編の漢字って全部で195個ある。すごい。素晴らしい。ああ。820個。やばいやばいやばい、すげー。あ、中国の漢字も全部含めた数で言うと、ちゃんと調べてる。てかさ、俺らさ、なんだ、思考一緒。同じ方向で考えてる。同じ方向じゃん。同じ方向だわ。いや、めちゃめちゃ単純な問題だったんだ。確かに。いや、めっちゃ考えたね。答えは、答えは11画でございます。そうでしたね。俺言ったもん。はい、次。はい、はい、ということで次のお題はこちら。あ、なんか見たことある。それはもうすぐインスピレーションが湧きますよ。おう、これはいけるぞ。これマジ勝てる。これマジ勝てる。問題。遠隔。いや、これプププランドやろ。
そっちね、あのキャラっぽくなかったね。あれっぽかったね。あれっぽかったね。だからそれの住んでる町というか、はいはいはい、島みたいな。残念。残念。演歌全然言わせてくれへん。カービィ残念。それは惜しい惜しい。それは確かに直球やろ。ちょっと違うのもある。惜しい。ちょっと違うのもあるかも。ちょっと違うのもあるよ俺。問題。もういいよ。息ちょっと違うのあるから。カービィ。ああ、ウーに点々みたいな。そこで多分決めてねえよ。問題。はい。演歌。青。え？伊沢さんがカービィの色を答える問題で、うん、足の色を青と答えました。マジで？なんで知ってんのそれ？うん、ああ、そのバージョンね。色答える問題な可能性もあるから。演歌コバルト氏とかだったよね。ああ、確かに。確かに。残念。ああ、でも。ああ。でも、いや、マジで正解だと思った。遠隔コバ…え、ちょっと待って。え？遠隔コバルト？え？遠隔コバルトって言いそうじゃなかった今。え？お前すごくない？神かもしれん。いや、今のすごいわ。ドモルガン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 って。残念。ああ。知らんか。はい。あ、ポーポー、そうそうそう、それはある。正解。残念。ええ、あってそう。いや、なんかね、あれ一応それにも見えるから、あの、俺線型みたいな。遠隔全然言わせてくれへんな。ドモルガンガン王国。やっぱりか。やっぱりか。残念。はい。ああ、ちょ、一回問題文聞こう。問題。遠隔コバルト氏を水に出させると何色に変化するか。 104.5 度。わかるわかる。これ水の水分子の角度 104.5 度。これ色じゃないんやけど。確かに。残念。色かよ。いや、青めっちゃ惜しかったよ。いや、そう、青めっちゃ惜しかった。青はやばい。青惜しかった。え、ちょっと待って、組み合わせたりできないかな。あー、そう。あ、はい。あ、キャス。なんて、なんて。あ、キャス。あちゃ、あちゃ、あおちゃ、あおちゃ、まあ正解ですよ。やったー。いや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 、あちゃ、あちゃ正解だ。一応生徒としてはまあ桃色かピンク色っていうのを生徒にしてるんですけども、赤でも、まあ赤でも、まあまあまあ、ありがとう。そうだね、パチッと当てたいね。パチッと当てたい。では次のお題は、はい、こちら。あ、でれん、1600。なるほど。この数字から連想される答えね。これが違う。なんか1600に関するものを全部で12個出せるわけやからさ。そう、マジ最強。うん。おう。はい、行きましょう。行きましょう。はい、では、はい、問題。はい。1600。マイケル・ジョンソン。なぜ？お、残念。1600m リレーっていうのが陸上であって、それの世界記録出した時のアンカーの名前はっていう。1600って見たら1マイルになっちゃったっていう。1600年。ああ、どうだろう。1100。残念。ああ、違うか。足したら2700になるなんて思ったんだけど。2700。これかな。そうだから、これかな。右肘左同時に見せるやつ。右肘左肘こうね、こうね、右肘左肘こうに見せるやつね。そう。1600。関ヶ原の戦い。あ、残念。違うかい。王道だ。いや、俺も入れてる。関ヶ原の戦い、有力選手だから。分かって、これ来た。関ヶ原の戦い。入れてる。いや、俺も入ってるこれ。どんだけ被ってんの。関ヶ原の戦い。え、これ逆に。やめない。1600年は。明智光秀が初のニューシングルアルバム、本能煩悩リバ青春を出す。リバ青春。リバ青春もやばいけど、シングルアルバムってなんだよ。確かに。シングルアルバムって何。ちょうど関ヶ原の戦いやから盛り上げていこうぜっていうので、うん、そう、歌とか歌ってると思う、昭和の時代。問題。1600年はうるう年である。丸か×か。クイズヘキサゴン。
おお斜め上すぎる。丸か×かで言うとヘキサゴン。ヘキサゴン六角形のね、六角形を丸と禁じできるかどうかっていう問題。確かにそれめちゃめちゃで高等でかいね。あの弁然の角の書き方で丸っていう。これ円周率が 3.05 以上だったらいいんじゃない。それ当然の重機問題だ。2004年か5年ぐらいできたよ、これ。俺3段いけるかもしれない。さあ、ほかけさん、なんか青春12学期じゃあ、丸とは言えないな。問題、はい。1600年はウルードしてやる丸か×か。カービィのエアライド。あの、カービィで飛びたかったんですね。カービィが丸いからね。そうそうです。ナブラエンザンシだ、まあ、ナブラエンザンシ。ナブラエンザンシ使って、まあ、自責して、なんとかちょっと近い形。まあ、確かに。じゃあ正解。ちょっと待って、ちょっと待って、今の正解なの？ナブラエンザンシ正解かい。それは正解。お前がもう、お前がもう、お前もう、てかあいつ多分もう問題読むのしんどいやん。だるくなってきちゃって。すげえ。ウルードして400年に1回は来ないんだ。やったよ、お前。4年に1回来るんですけども。そうだね、4年に1回来ないね。100年に1回来ないんですよ。さらに400年に1回来るんですよ。ああ、そういうことね。なるほど、なるほど。はい、じゃあラスト行こう。はい、ラスト行こう。はい、では次のお題は、はい、こちら。I love you。 あー、これはまた抽象的な。なるほど。はい、では問題です。はい、 I love you。 尾崎豊。あ、通ってる。俺もそれ。武豊。それ通ってない。尾崎豊発声じゃないか。心穏やか。ダメすぎ。夏目漱石。残念。アイラブユーの役を、月が綺麗だねみたいな。ああ、そういうこと。小説、小説の知識ゼロなんだな、俺。月かけレイですね。月かけレイ。月が綺麗ですね。あ月かけレイですね。なんでそんな言い方。操作うまくね。操作うま。ああ、なるほど。そうですね、この問題、福良さんに回答を依頼してるので、今のちょっと正解かどうか判定してもらってもいいですか。だね。え、ちゃうかい。え、なんで最初の花尾さんのやつだけ全部お前が言ったの。あれはもうどうせ、どうせちゃうよ。やめてやめて。アイラブユーをふくらぴーになったつもりで日本語訳しなさい。ガキの使いやわらへんで。ゴミバグが増えた。クイズヘキサゴン。どういう役なんだ。これちょっと普通に当ててみ。普通にね。ああ、もう、これは最後の問題やし。全然崩れすぎてやばいな。やばい。普通にひねってない感じですか。ひねってます。ひねってます。今ちなみに惜しかったんどれですか。惜しいのは伊沢の月が綺麗。うん。地球よりも君が綺麗だよ。違います。君の瞳に恋してる。出ます。ああ、右肘よりも左肘。左肘だけ取ってる。最後答えぐらい引いておきますか。答えをあの福田さんに頼んで録音しておいてもらったので。ああ、おお、強い。それ聞きたい。それはナイスコンテンツ。僕の正解はこれです。オイラーの等式がとても綺麗ですね。オイラーの等式がとても綺麗ですね。月が綺麗ですねってあるじゃないですか。要はあなたのこと褒めるんじゃなくて、こう月を褒めて、まあ、それを一緒に楽しむってことじゃないですか。あ、それでいけば。なるほどなるほど。服だけでモテないぞ、それは。